じゃ格付けです。やっていきましょう。チコリー続きです。3つ目の試練、どうもね空気が良くないんで、ここら辺のね黒い木は全て燃やしてしまいましょう。ここのステージの最後はバトルになるんじゃないかと予想しています。勝つぞー。この先に進むのか、水の中を進むのか、あ、火が消えちゃうんだ。一回水の中入ってみようか。ん？続いてるな、道が。右側が、イライラ棒だな。オッケー。ふん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 。どっちに進んでもよかったね。あ、でもこっちが進む先、ありゃ、両方どっちもどっちなのかな。一応全部消していきましょうね。あれ。はーい、全部消していきましょう。水に触れたらいけないはず。あ、特に何もないんだ。ブヨってなったから気になったけど。よし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 。色が変わったぞ。よし、行こう。はい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 。しっかり消していく。よし。これも。ここ。よし。ちょっと静かになっちゃうな、このステージ。燃やすのに集中しちゃうから。よしよしよし。オッケー。消し尽くしました。あー、こっちはダメだったか。え？なんだって？消し直しか。あ、いや、重要なところだけは消えてない。お？あ、入れない？なんか穴が開いてるように見えたけど。先行きましょう。はい。おい。ここも行けるじゃないか。おお、ここがメインの進む道だな。あー、いよいよって気がするね、気がするね。あ、つながるんだ。なんだ、アイテムかと思ったら来ましたよ。久しぶりのバトルでございます。あ、過去の姿だ、二人の。やっとここまで来たのに、あんなに修行を積んだのに、それでも師匠は認めてくれないんですか。チコリー落ち着きなさい。もう限界。師匠なんて大っ嫌い。顔も見たくない。あー、ショック、師匠。私は絵筆使いになるの。師匠に認めてもらえなくても。うわ、ショック、ブラックベリー先生。先生。あの子は言ってしまった。私は大きな過ちを。どうしてあの子をあんなにも遠くへ突き放してしまったの。私は取り返しのつかないこと。私は、あ、私は化け物だわ。あ、ブラックベリー先生の方の気持ちだ。ああ、まさかのブラックベリー先生との勝負になるなんて。ああ、なんとそっちだった。なんか鳥肌がゾワってしてる。すごい。絶対
はエチコリーとの戦いだと思ったのに。あんな遠くへ行かせてしまったのっていうのは突き放しちゃったことを後悔してるんだな。指が滑っちゃった。違う、あの子が分かっていなかっただけ。筆使いの道は甘くない。弟子に厳しく当たるのは師として当然のこと。私は間違っていない。あの子が弱かっただけよ。おっと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 、オッケー。はい、追いかけてくるパターン。かっこいいね、相変わらず曲がね。あ、やば。オッケー、オッケー。はー、ブラックベリー先生とお話ししたいな。あれ。よいしょよいしょよいしょ。あ、SKキー押しちゃった、間違って。よいしょ。私は間違っていない。耳を貸さなかったあの子が悪い。なのにこの罪悪感は何？あの子がああなったのは私のせいなの？どうしてこうなるまで何もできなかったの？ああ、辛い。ブラックベリー先生の気持ちが辛いよ。はあ、かっこいい。ブラックベリー先生のこの四角さ、やば。危なかった。ほい、うわ、危なかった。あー、危ない危ない、やばい。オッケー、はいはいはい。あ、ちょっとおとなしくなってる曲が。いや、そんなことない。オッケー、よし、いいぞ。あの子の力になりたかった。あの子を完璧にしたかった。あの子の友人になりたかった。でもあの子はもういない。私にはもうどうにもできない。あの子は行ってしまった。はあ、もう二度と戻らない。そんなことないぞ。これ伝えたいね、チコリーに。勝手に伝えていいのかわかんないけど。お互いね、苦しみ合ってるだけだもん。はあ、あ、まだ早いね。続けていきましょう。ああ、試練4です。ああ、ポテト。起きてよ、ポテト。はあ、よかった。川に流されてるのが見えたから。ヤドカリがいる。私はてっきり。とにかく無事でよかったよ。私のせいでポテトにもしものことがあったら。大丈夫。大丈夫だから。色がなくなってる。チコリー、聞いて。今回、あの闇の中にいたのはチコリーじゃなかった。ブラックベリー先生だったよ。それとね、先生、チコリーとの間に起きたこと、すごく後悔してるみたいだった。本人の見た感じじゃ、とてもそうは思えないけど。でも、そうなると、やっぱり原因は魔法の絵筆ってことになりそうだね。私はポテトだけじゃなくて、師匠まで現れたなら、そうね、師匠完璧だと思ってたぐらいだからね。それでも出てきたから。歴代絵筆使い全員現れたっておかしくない。カルダモンさんも出てくるかな。ねえ、チコリー。一度ブラックベリー先生とちゃんと話してみたらどうかな。
この試練の日に起きたこと。あっちに何か言い分があるならあっちから言ってくるでしょ。どっちも強がりさんなんだから。あ、そうだ、この試練私はちゃんとクリアしてないからすっかり忘れてたけど、最後に儀式があるんだ。儀式？この試練のテーマは死から弟子への継承だって言ったよね。ここで弟子は師匠に認めてもらうんだ。今回の場合、師匠は私ね。で、私はポテトを正式な後継者として受け入れる。その証として、最後に握手とか、そんな儀式をして締めくくるんだよ。チコリ、後継者として認めてくれるの？ポテト、もう、認めるどころじゃないよ。今回の件、こんな惨事になっちゃったのは、私には悩みを打ち明ける人も逃げ場もなかったから。だけどポテトはそばにいてくれた。ポテトは強い。その強さ、ちょっと憧れるよ。ポテトのこと、もちろん認めます。私の後継者に、わー嬉しい。優しい顔してる。あー、スクショ撮りたい。あー、よかったー。いいね。友情だ。これで三つ目の試練もクリア。すごいよ、ポテト。残すはあと一つ。それもクリアしたらいよいよ、塔のてっぺんであの闇と対決することになる。どう？気分は。正直ちょっと怖いかな。そうだね。それが当たり前だよ。私もいろいろ考えてみた。すべてが片付いたらどうするのが正解なのか。でも答えを出すのはまだ少し早い気がする。ひとまず最後の試練の場所で待ってるね。じゃ、お疲れ。お疲れー。はぁ、いやー、ブラックベリー先生とも仲直りできそうだよ、これなら。結局山の中の一軒家的なものは見つけられなかったなぁ。山？山、渓谷、峰。いやー、甘味が峰かなー、やっぱ。そんなに建物ある気はしないけど、ここなのかなー。まあ、いっか。とりあえず、こっちのね、夕げの森の方の。あ、ブラックベリーの家、ここだ。ってことは、ここからここの、いや、そうだ、配達はしたんだ。クモちゃんだった、そういえば。よし、じゃあ下の方に、ちょうど泳いでいける方向なので、泳いでいきましょう。うわぁ、びっくりしたー。本気でびっくりしちゃった。タラタンタンタンタラタン。タラタンタンタンタラタン。タラタンタラタン。よしよしよし。まっすぐ下に降りていく。あは、これは開けたね。こっから左はもう繋がるのかな、モーニーにね。よしよしよし。あ、やっほー。あ、ごめんね。あー、また会えましたね。一緒に作ったこの曲を引っ提げて、流しの歌うたいをやってます。もう一個上に行った方がいいと思う。この曲、ここの人たちにも好評みたいですよ。また歌を作りたくなったら、ティータイム緑地に来てくださいね。いやー、いいね、この子の歌。よし。あー、曲が、いいぞ。こっから、よし。あれ？ここに繋がるんだっけ？あ、こっちじゃなかったっけ？まあいい。すぐそこにモーニングがあるということは、ベンチもあります。
しゃトラベルベンチ。うん、ひと飛びするよ。はい、バンサンジャングルの方に飛びましょう。やっほーチコリー。ここなんか光ってる。行きたーい。あ、ここか。よいしょ。よいしょ。じゃん。ごめんね、チコリ。上失礼しまーす。はい。おーしゃー。あ、FD 草？あ、草だったんだ。アイテムが埋まってるようなパターンだと思ったら。やっほーチコリ。ポテト、どう？雨が気持ちいいでしょ？この試練の目的は、絵筆使いの伝統を重んじること。ここにしか生えない絵筆草の花を集めてもらうよ。あ、集めた集めた一個。早速一本積んできたんだね。すごいすごい。さっき探してみたら、このジャングルの中に5本生えてるみたい。でも4本集めれば試練はクリアだよ。私はゴールで待ってるから、集め終わったら来て。あら、甘いですね。全部でいいのに。悲しみの絵があります。おっしゃー。探すぞー。探し物は得意だ。よっこいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ。ごめんね、プルプルさせたまんまで。しかし私は先に水、こっちの、あ、猫ちゃん？どこにいる？そこね。よっしゃっしゃーん。しゃ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 。ゴミも集め。悩むなー。ジャングルの中に5本。左側にもありそうだね、普通に。よし。関係ない方に行こうと思ったんだけど。こっちも普通に関係ありそうだ。なかなかのアクション性がありそうです。あははは、こっちにつながる。うん。曲がいいね。よし。下はまた後に。あ、チコリーだ。あ、ここに絵筆の草があるよ。絵筆草。よし。あやややややや。塗って。いやー楽しい。穏やかだなー。こっちはそっちに行くところ。こっちは上に行きそうだし。こうかな？うん。よし、とりあえず、これをゲット。あ、博士来た！恐竜博士来たよ、ここだー。やったー！オッケー。で、ここに行きたいなぁ。しかし。これ高さあるから無理よね、登るのは。よいしょ。あー、違うのよ。あ、これだ、だ、だ、だ。ごめんなさい。口内炎にもだえてしまった、今。あやいやいやいや。いきなり左は無理だから、やっぱりここはダメか。こうやっていくことは。あー、高さ的に違うよね。まあいいや、行けるところから行こう。あれ？ダメ？ほい。で、こう、あれ？上、あ、上というものがあるか、これ。あ、よし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 、それならわかる。はい。ほいほい。オッケー。出した。スイッ、オッケー。エフデグサーゲット。2本目。そっち側に落ちるんだ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ上側行こう、さらに。
よっ。上、上、左、ジャンプ。はーい、渡って。ここかな。ここは行き過ぎな気がするけど。どうだろう。いやー、距離感つかめないなー。こうかー。あー、ダメだった。伸ばしすぎかー。あ、じゃあ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 。あー、すごい宝飾になっちゃった。ほい。せい。どうはい。こう行って、一回でよかったかな。あはは。ほい。ほい。あれ？ゴミ拾ってないな。一個、二個あったのかな、ゴミ。後で拾わなきゃ。おぉ、ビュって飛ばすやつだ。で、これがある。うん。ビエッ。あらららららら。そうですか。ういや、上に行けるぞ。この上に行けるのは、何の効果があるんだ？そこで。よし。ゴミ。まさかのこれでした。 F でツール真っ黒四角。このツールをセットすると筆先の形が変わるよ。まあこれはいいかな。ドット絵描きたいときにいいよっていう感じかな。いや授業する前にさ自分の色セットを作れるようになりたかったな。ちょっとやるのが早すぎたなぁ。何用なんだろう、本当にそれ。上に登れるの。まあ、一回。こっち、先。飛び降りはいつでもできるからね。お、クモちゃんだ。筆草があります。せい、ちょん。ああ、こっち行ってた。オッケー。筆草。お、伸びた。上っていけるのかな、これ。ああ、違うか。二階上かな。ほい、オッケー。意外と簡単。雲と稲妻。あ、なにこれ。なにこれ。雷直撃してるじゃないか。あれ？あれ？ちょっと待って。濡れない。あ、よし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 。これでいいでしょ。よし。水に入り、ゴミを逃していた。よしよしよし。もう3本見つけたぞ。あとは、右下行こう。ほう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 。あら、もう24分だわ。でも試練すぐ終わるかな。どうだろうね。前回ちょっと短めにしたし、今回は多少長くなってもいいよね。いや、結構長くなるか、これは。よいしょ。ここで覚えろっていうことかの、かな。こう入って、あー、上から飛び降りて、その場所に何があるか覚えておけっていうことなのかな。まあ、いっか。
よっしゃ、ここに筆草。あ、違う、乗ります。あ、乗った。オッケー。あ、もうゲットだ。早いな。これでいけるっぽいな。こっから、あ、なるほど。ほい、トン、トン、トン。よし、で、これで乗って、こう、右行って、渡って、こう、行って、渡って、うん。あー、せい、ありゃ違った。横にしないとダメだった。いけると思ったんだけどな。よいしょ、ほい、はい、あれ、さっきこれじゃなかった？トーン、トーン。もう一個伸ばしてたっけ。あれ、あら、変なとこに乗っちゃった。待って、で、よしよしよし。あ、こっちから行ってもいいか。こっからここに飛び降りて、ここで乗って、あ、こうでした。ショール装備。よしよしよし。もうあっという間に着替えだもんな。もっと遊びたい気はする。よし。でもこの途中に何かあるね、あるね、あるね。でもこの2つってつながってなかったっけ？あ、オッケーオッケー、いけるいける。よしよし。じゃあ何があるんだい？お、絵筆草あるね。絵筆草。右下はもう終わりか。よしよし。トントントン。だよね。逆にダメじゃないかと思っていたよ。ああ、一個伸ばす感じね。ゲット。ここはあっさりだったね。よーし、もう5個集めちゃったぞ、チコリー。4本でいいって言われたのに5個も集めちゃった。はーい。絵筆草ちゃんと積んできたね。じゃあ、それは私が預かるね。この先で待ってるよ。見てもらうものがあるんだ。え、なになになに？気になる。え、まだあるじゃん。長くなっちゃうぞ。そこにもあるアイテム。ピッピッピッ。あ、早かった。ピッピッピッ。フラワー、すっごい初期っぽい感じのが来たな。これ交換してもらってたっけ。お、爆弾がございますな。オッケー。ほう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 。せい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 。そりゃ。はい。お、よし。爆弾をやってしまわないよう注意。とりあえず右側を2つ。あ、やったね、ギフト。おすましルック。かわいらしいわ。オッケーオッケー。うん。あれはいっか。いや、壊したいな。いや、でも、結構面倒だぞ。両方、全部壊していくっていうのは。そうでもないか。一回手間が、近いしね。手間が増えるだけで。
し。仕方ないな、君は怖そう。よし。よいしょ、乗せまして、はい、そっちじゃない、やばいな、あー、これはいかん、あ、よかった、落ちる仕様じゃなくてよかった、お、うん、落ちる仕様じゃないのか。よくないぞ、よくない、よくない、予定外、予想外、ちょい待って、よいしょ、あれ、ここ行けない、あれ、ポロロポロロポロロ行かない、ポロロ、ありゃりゃりゃ。ダメか、あれ、あの、なるぞー、こりゃあれ、ここはまた今度でしょ、うん、いきなり上も無理、ここを、この2つさっきできなかったよね、するんだろうか、これが、あ、こっちに持っていくことも、いや、上下関係的に難しいな、あ、いや、ここからか、もう直接、なんだー、こっちじゃないか。うわー、すっごい無駄なことしちゃった。なんだー。よし。はい。乗せて、こっち、あ、しまった。自分が。よし。私なんだ、簡単な話だったよ、はい、オッケー、お、F デグサがいっぱい、 F デソーがいっぱいだ、あ、チコリーがいる、こっちこっち、でもこれね、近道のパターンかなとは思った、よし、じゃあ行こうか、すごい葉っぱ、すごい木だ、筆使いたちの、なんだろう、綺麗でしょ、この木にはいわれがあって、遠い遠い昔にこの場所に自然に生えてきたんだって、そして一本欠けてる枝が魔法の絵筆になった、あー、そういう絵描いてたかもな、最初の神殿、ここは魔法の絵筆が生まれた場所、そして誰かが初めて絵筆使いになった場所、絵筆草はこの木からしか生えない、この試練を受ける者は木から離れた場所に生えているはぐれ絵筆草を見つけてここに植え直すのが習わしなんだ、あ、絵筆草ゲット、エコモードで植えられるよ、4本全部この画面に植えてね、納得のいく場所に植えられたら声をかけて、うん、わかっ、え、会話ある、ねえチコリー、最初の絵筆使いはどんな人だったの、初代絵筆使いについてはほとんど記録が残ってなくて、絵筆使い聖堂に保管されている資料ぐらいしか手がかりがないけど、並外れた想像力を持つ人だったってことはだけは分かってる。
最初の絵筆使いが現れて世界は様変わりした。それまでは誰も絵を、色を見たことがなかったんだ。想像つかないよね。伝わっている記録によれば、魔法の絵筆はその人だけのためにここに現れたみたい。ひょっとしたら初代絵筆使いって異星人とか神様とかだったのかも。なんてね。それはないか。いや、ありえるかもよ。どうかな。それだと面白いね。ここにはチコリーが植えた花もある？あるよ。ここに生えてる絵筆草の大半は歴代絵筆使いたちが植えたもの。でも自分が植えたのがどれかは今でもちゃんと覚えてる。駆け出しの頃はただただワクワクしてた。史上最高の絵筆使いになりたいと思った。だけど、この大木と絵筆使いたちが植えたたくさんの花を見にして、初めて現実が見えたんだ。こんなに大勢のアーティストたちから受け継いだもののうまさ。なりたいと思うだけじゃダメだった。この人たちのために最高の絵筆使いにならなきゃいけない。それはとても重かったよ。ポテトも強い気持ちを持って植えよう。そんなに重いものを背負っていくなんて自信ないよ。私も思うよ。こんな試練なんて受けなきゃよかったのかもしれないって。先人たちが築いた歴史だとか伝統だとか本当にくだらないと思う。みんなからの期待を背負わされて、私はボロボロになった。でもね、本当はそんなの気にする必要なんて全然なかったんだ。何かになろうとする必要なんてないんだよ。そうね、よかった。チコリーがそういう気持ちになれて、ポテトはポテトとして胸を張っていればいい。くだらない先人たちのなんかの言いなりにならないで。はーい。ねえ、チコリー。これまで何人の人が絵筆使いになったの？何百人もだよ。そう聞くと絵筆使いってそんなに特別でもないでしょ？初代絵筆使いが亡くなると、魔法の絵筆は自然と次の使い手に受け継がれた。だけど絵筆を狙う者はあまりにも多くて、奪い合いの争いが起きて、多くの命が失われた。だから絵筆の引き継ぎについてみんなが納得する規則を設けるようになったんだ。いつどんな風に次の使い手に引き継ぐか、もう二度と醜い争いが起きないようにね。そんなわけで絵筆使いだの弟子だの試練だの、くだらないシステムが出来上がったってわけ。でも確かに効果はあった。今では絵筆をめぐって人が死ぬなんてことはない。そうね。今の自分たちがどれだけ幸せか、つい忘れがちだよね。ここだと思った場所に絵筆草を植えてね。ああ、そうね。忘れないようにしよう。今の、ありがたみを。ちょっと違うな。ちょっと、しっかり頭に入ってないのがバレバレだな。ここに4つまとめておきます。チコリの上周りにね、植えたい気持ちもあるけど、ここです。はい、ポテトの4本の絵筆草ちゃんと植えられた。チコリのがあるんだったらちょっと一緒に並べたいけど、先へ進みましょう。あ、塗っちゃった。同じ色で塗っちゃった。終わっちゃった。はい、チャプター10、魔法の絵筆というところで、キリがいいのでここで終わりにしましょう。ついに、すべての試練が終わりました。どうでしょう？次回は、ちょっとサブクエストをいろいろ進める回になるかな。ちょっと寄り道になると思いますが、まあ、よろしければお付き合いいただけると嬉しいです。それではご視聴いただきありがとうございました。